がいっぱいですね、お姉さま。すごいね。これみんなマジカル競歩の撮影を見に来たんだよね。ああ、そうみたいだな。でもおかしいな。そろそろ撮影開始の時間だと思うんだけど。あ、あそこ見て、京子ちゃんとルンちゃんだよ。会いに行こうよ。あ、おいラーラ。しょうがないな。この人混みではぐれたら厄介です。追いかけましょう。それもそうだな。おい待て、ララ。こっちはダメみたい。ルン、そっちはどう？こっちも無理っぽい。急な話だからみんな都合つかないみたい。まだ撮影が始まらないみたいだけど、何かあったのか？うん、それがね、人質役の子が体調崩しちゃってね。代役を探してるんだけど、なかなか捕まらないの。それじゃあ撮影は？このままじゃ延期するしかないかも。ここまで足を運んでもらったみんなには申し訳ないけど。そうですか。私も楽しみだったんですけどね。ん？ルン、この子。ん？どうかした？ルン、ちょっと。え？どうしたの、京子？え？それは無理じゃない？いくらなんでも。だけどこのままじゃ撮影中止だし、それにあの子ならイメージにぴったりだと思うんだ。監督には私から相談してみるから。あのね、ももちゃん、ちょっとお願いがあるんだけど。私ですか？何でしょう？実は人質役、ももちゃんに頼めないかと思って。やってくれないかな？え？私がですか？なになに？ももがマジカル京子に出演するの？すごいよもも。落ち着けよララ。それどういうこと？例の人質役がももちゃんとイメージがそっくりなの。監督もももちゃんならぴったりだって。お願いももちゃん、私たちを助けると思って。この通り。リトさんはどう思いますか？いいんじゃないか。ララも喜んでるし、京子ちゃんとルンも助かるんだろ。それにテレビに出てるももも見てみたいし。リトさん、そうですね。わかりました。お役に立てるかわかりませんが、精一杯やらせてもらいます。ありがとう、ももちゃん。すごく助かるよ。これで撮影が始められるね。早速監督に伝えてくるよ。ではリトさん、お姉さま、行ってきますね。ブルーメタリア、どうしてこんな真似を。うるさい。いずれあなたと私はこうなる運命だったのよ。待ってて、今助け出してあげるから。そうはさせない。行くよ京子。それにしてもすごいアクションだな。あ、ララ、ララすごいね。よーし、私がもっと二人のバトルを盛り上げるよ。ちょっと待て、お前何する気だ。
がいて全力が出せないみたいね。本当はこんな形での決着なんてつけたくなかったけど。でも行くよ、とどめ。うそ、何これ。やー、爆発がこっちにまで。お姉様、何したんですか。おい、ララ、お前何やらかしたんだよ。男は光を大きくするだけのつもりだったんだけど、ちょっと発明品の調子が悪いみたい。いいから早く止めろ。これ絶対ララの発明品よね。あの女、また私の邪魔を。もう頭にきた。今度という今度は許さないんだから。ちょっとルン、落ち着いて。どこにいるのよ、出てきなさい。っていうか私、手足を縛られたままなんですけど、お二人とも人質のこと忘れてませんか。うわー、でも撮影は大盛り上がりみたいだよ。リト、見てる人たちもすごく喜んでる。はあ、そりゃ見てる人はただの演出だと思ってるだろうからな。って、モモは大丈夫か。あ、まだあの中だね。まずい、モモ、今助けに行くぞ。モモ、モモ、リトさん、こっちです。モモ、今助けるぞ。届けない。リトさん。ごめんね、ルンちゃん、京子ちゃん。ちょっと派手になりすぎたみたい。あんたって女は。まあ、いいじゃない。監督や見てた人からはすっごく評判良かったし。それは確かにそうだけど、ララちゃんだって悪気があったわけじゃないんだからさ。次はもっとうまくやるよ。だからそういう問題じゃないんだってば。はあ、ひどい目に遭いました。お疲れ様。大丈夫か、モモ。ええ、手足を縛られたまま爆発が起きた時はさすがにダメかと思いましたけど、リトさんが来てくれましたから。なかなかロープが解けなくて焦ったけど、モモが無事でよかったよ。まったく、ただの撮影だったのにこんなにハラハラするなんて。モモ、なんだよその笑いは。いえいえ、今回はたまたま音と光だけでしたけど、もっとひどい状況でもリトさんは助けに来てくれるんだろうなって思って。当たり前だろ、モモは大切な俺の彼女なんだから。ありがとうございます、リトさん。私はすっごく幸せですよ、モモ。ももちゃん、今日はごめんね。なんだか大変なことになっちゃって。いえいえ、京子さんが謝ることじゃないですよ。貴重な体験ができましたし、私は気にしてませんから。それより私で何かお役に立てることがあればいつでも言ってくださいね。また出てくれるってこと？それは助かるかも。監督がももちゃんのことを気に入っちゃったみたいだし。そうなんですか、ありがとうございます。さあお姉様、そろそろお家に帰りましょう。お姉様？だいたいあんたは昔からいっつも私に迷惑かけて。本当にわかってるの？うんうん、ルンちゃんはいつも発明品の実験に付き合ってくれ。
先に帰ってようか、モモ。どっか寄ってくか。そうですね。お夕飯の材料を買っていきましょうか。今日はみかんさんもナナも一緒ですもんね。うん、じゃあ早く帰って支度しないとな。あ、そうだ、京子さんとルンさんもどうですか。ごちそうしますよ。え、いいの？行く行く。ほら、ルンもいつまでやってるの。あ、みそにもも、待ってよ、私も行く。ルンちゃんもほら、行こう。ちょっとララ待ちなさい。